伊藤海士、長木浩平です。平成27年4月入隊です。出身校は東北学院大学です。船に乗っていろんな方との関わりを持てたことだと思います。東日本大震災で、活躍している海上自衛隊の方の姿を見て海上自衛隊に決めようと思いました。今教えてもらっていることを一つ一つ自分でできるようになったことが一番やりがいがあって、それができるようになった時にやはり楽しいと感じるようになります。定年まで体を壊すことなくしっかりと自分の目標を持って仕事をしていきたいと思います。横浜とか、いろんな方面に出かけたり、あとは先輩とかと、飲みに行ったりしてみんなで、コミュニケーションをとってます。やはり、持久走、水泳、他に腕立て伏せ、腹筋、やっぱり運動能力測定があってそれをクリアしないと、承認ができないので、やはりそういった面を強化していけばいいのかなと思います。家族へ、自分はいつも元気でいつも通りやってます。心配してくれるのはありがたいのですが、もっともっと頑張って安心して何も連絡が来ない時に自分から連絡できるようにしたいと思います。君も海上自衛隊で一緒に頑張って。